えー、皆さん、おはようございます。2024年1月9日、えー、衆議院議員の原口和弘です。えっと、アメリカから帰国されてですね、深田萌さんにお話を聞こうということで、えー、この後、福田さん、えー、入っていただいてですね、ちょっとアメリカの今の状況、それから、さっき申し上げましたけど、もう今月の27日が、例のパンデミック条約の、あの、 あれなんですね。で、期限、て提出期限なんです。で、それについてお話をしたいと思っています。で、また福田さんは、えー、日光機と、それから海保の問題についても、積極的に海保が、期が衝突したと。で、本当に衝突なのかという疑問もあるんですけども、その、 ことについても伺いたいし、まあなんといっても、もう今国会の方に戻ってるわけですけども、国会は、あの、裏金問題でもう大揺れに揺れてます。で、これ、いろんな利権をですね、食って、それから日本を外に売り飛ばしてる、そういうものにメスを入れるチャンスだと思うんですね。で、その、そのチャンスをですね、どうやって生かすかということについても、 えーまあ、作戦会議といったらあれですけども、お話を聞きたいと思います。で、私もあの、えー、9月の末にですね、北東アジア非核兵器地帯国際条約議員連盟であの、アメリカ議会の中でですね、エド・マーキー、エドワード・マーキーさんという、この人はあの、えー、とマサチューセッツ州選出のデモクラツ、民主党の重鎮の議員なんですが、その人を中心にですね、 えー、私が日本側の共同代表、それから本議員、えー、共に民主党ですね、のナンバー2、ナンバーワンがこの間あの、刺されたんで、もう本、本さんにも改めて、あの韓国の皆さんにもあのお見舞い申し上げたいと思いますけども、世界は大きく動いてるんですね。で、その動いてる中を、まあ、実際にアメリカで、えっと、福田さんは、僕は行ったのはワシントン DC ですけども、 えー、シリコンバレー,、えー、西側に行かれてたんですね。で、まあ、IT ビジネスアナリストとしてのですね、岡田さんのお話も、えー、ち,ょちょうど今日聞いていきたいと思っていきたいと思います。えっと、それで、えー、今日の予定ですけども、ずっと広報支援を続けながらやってるわけですが、えー 特に、あの、昨日入ってくれた医師の方々あ、本当に気をつけてください。ありがとうございます。もう現場にね、僕も医師の免許持っとけばよかったと、本当に思うんですけども、えー、そうやって入ってくださってる皆さん、えー、自衛隊はじめですね、多くの皆さんにお礼を申し上げたいと思うし、えー、ぜひですね、あのー、皆さん、えー、横でですね、つながることによって、被災地の方々、 被災された方々をあの支援をお願いをしたいと思います。で、もう私のところに一番あのたくさん来ているのはですね、どういう支援の仕方をしたらいいのかと。え自分はあ例えば寝袋、お洗袋を持ってると。で、どこにどう送ったらいいのかと。で、自治体連携が進んでますから、その自治体を通してやってください。それが、あの、お住まいの自治体ですね。 え、福田さん入ってきてくれ、くれました。えー、共同ホストに。おはようございます。おかえりなさい。おはようございます。ね、もうすごい配信をいっぱい伺ってて、まずそのアメリカのシリコンバレーの、あの、とかいろんなところに行かれたわけですけど、アメリカの様子をですね、少し聞かせてください。きょ今日、昨日かな。ウクライナ支援の予算は、あの、 もう無理だっていうことを向こうも決断したみたいですけども、どんな感じでしたかアメリカですか、あの今回は、ね、あの基本的にちょっとあのシリコンバレーだけに、うんえー、行ってきたらしいわよ、ただあ、アメリカのモードとしてはです、ね、これ以上あの、ウクライナに支援を出すのは非常に厳しいと。してはです、ね、やっぱり 今年はもうそろそろ市民戦争に突入するんじゃないのかっていう噂が、あの、まあ、半年ぐらい前からワシントン DC の中ではこういう話が出ていてですね。ええ。なぜかその、不法移民がかなりあ集まっていて、うん、その、タバコ地帯でミリタリーキャンプみたいなものを作っていると。ミリタリーキャンプはい、あの、不法移民の中に。 え何名かは、毎日毎日、何十名、何百名 <laughs>、すごい人数が入ってくるんですけれども、その中の一部の人たちは、明らかにその、訓練を受けているような、肉体を持っている人たちがいてですね、その人たちが、その、ま、テキサスなんかの、ちょっと砂漠地帯、荒野地帯にあってですね、<えー S 1> なんとなくこう、どうもこう訓練をしている様子があるということですね、なぜここ、 IRS ですね、えー、<え>内国介入庁が兵器を購入しているということが<あ>あの言われていて、<え>えー、それで、まあ、市民戦争になるんじゃないのかということが言われているんですよ。うん、で,で,で、ね、バーニー・サンダーズもそういうこと、もうつあのアメリカは市民戦争に入るんじゃないかということを、まあ、バーニー・サンダーズみたいな人も言い出してですね、今年本当に、 アメリカは大統領選挙があるのかどうかっていうところが今非常に危ういという、まあ、そういうことはあの DC に出入りする、まあねえー、人たちはよく言っているんですよ。あいや私もそれ聞きますね。だからもうその外に軍を出している余裕なんかないんだと国境地帯を固めなきゃいけないし今市民戦争って日本じゃ市民戦争、シビルウォーっていうんだけど、まあ、いわゆる内戦ですよね。そうですね。 だから、うん、あのー、テキサス、テキサス州知事のあの<え>使ってる、その、えっとーね、部隊と、あとはその、フェデラルの連邦側の、<え>その部隊でですね、頻繁に、1年ぐらい前から頻繁に衝突が起こってるんですよね。あ<ー>で、まあ、たまにこう打ち合いみたいになってるんですけど、そのニュース、一瞬出ても消えるみたいなね。 そういうことがあってですね、私はあの、<わ>一度はそのニュース見たんですけど、その後すぐに消えていて、<え>これも1年ぐらい前なんですけれども、<え>なので、ちょっとソース不足で、えー、皆さんにお伝えはできていなかったんですが、<え>こう奇妙な動きっていうのは、いよいよ出ていますいやそうですね、僕らもあの越境産店のカズさんとか、それから元あの海軍情報局のマックスさんとも話すると、同じこってますね。<え>で 特にそのカリフォルニアの方におられたら、何ドルまではまあ泥、うんうん、棒 OK とかね、もうわけわかんないことに。50ドルまではね、泥棒 OK なので、あ、ね、あの、ね、あのモールモールというか、もうサンフランシスコなんかもですよお店、かなりクローズドされていて、ものすごくこうあの空っぽみたいになってるんです。ああ で集団行動なんですよね。集団で来るので、はい、あの警備員はですね<え>あの、守っちゃいけないんです。盗んじゃいけないって言って、物を守ったり、製品守ったり、犯人をこう、ね、被害を加えてはいけないので、逆に捕まってしまうのであの、ね、お店の中にいるお客様が怪我をしないように守るっていうだけの機能ですね。 いや本当に信じられないですね。僕もあのカリフォルニアでホームステイしてたことがあって、そのカリフォルニアってアメリカの中で最も豊かで、最も開かれたしでしたからね。ねはい、2010年くらいまでは、本当にあのサンフランシスコも美しい街だったんですけれども、ええええ、も本当にあのコロナの後から一気にこうなりました。えー、私もあの拠点がシリコンバレーにあるんですけれども、ええ シリコンバレーってあの車で移動する街なので、その基本的にほとんどホームレスいないんですよ。えー、えーサ。サンフランシスコがあまりにもホームレスが増え、ドラッグユーザーが出てくる、なんそういうたむろしているポイントが3カ所ぐらいあってですね、えーえー、あの、ホームレスがシリコンバレーに来て、ええー、その電車、あのカルトレインのパスが、えー、ホームレスはもらえるので、えー、カルトレインのパスで シリコンバレーからサンフランシスコに通勤してフリービールもらって帰ってくるんですよ。えーで彼ら、なんで通勤するかというと、サンフランシスコで寝、ねえー、泊まりすると、薬中のホームレスに襲撃されるので、危険だから<ー>安全なシリコンバレーのね、あの高速、フリーウェイの横、横ってちょっと、あのねえー、広場があるじゃないですか。えー、えー、ありますね。バッファーの ハラッパがあってですね、えー、あれが、まあ、あの5メートルぐらい、えー、ちょっと電波が悪いみたいでフリーズをし,しましたねな,なんでだろういや今 岡田さんがおっしゃるようにですね、サンフランシスコって最もなんていうかな、みんながみんなを支える街で、僕もよく教会とかにですね、行くと、もう本当に感激するんですよね。あ、ごめんなさい、フリーズして。ちょっとフリーズしてしまいました。はい、本当に、あの、それぐらいこうちょっと今、あのシリコンバレーも、あの異常、異常な状態になっていたり、うん、シリコンバレーもちょっと離れるとですね、ホームレスの鉄 フリートみたいに出てる、できてて、違法、ええ、違法、不法移民のね。が、テント張って、フリート、全部こう、牛耳っちゃってるみたいな道もあったりしてですね。おさまがわりです。うん、いやー、この間、あの、僕、トランプさんの支持者の、マットさんっていう方と、東京で。<え>あの、会合があって、あの。ええ、あの、パネルディスカッションやったんですけども、本当に、ええ、今バイデン政権、むちゃくちゃで。 不法移民を逆にこう増やしてるっていうか。そうですだからき昨日かな、えっとイラクから撤退しましたよね。撤収もうやっとアメリカ軍が撤収して。えー、あの日本も今あのオスプレイとか飛行停止になってるじゃないですか。えー、この間アメリカ一緒に行ったあのでやったエドマーキー議員が今もうオスプレイの安全性を確認せよって書簡を送って政府がんがんに。 これ民主党のの議員なに攻めてるんですよね、えー、まあでもこの間深田さんがおっしゃったようにアメリカの,なあの上下の分断っていうのはすごいですね。すごいです、本当に。これシビルボーにでしかもあの日本じゃなんかもうほとんどアメリカの民主党政権の真下にいる,いるような報道しかないけどトランプさんの選挙権を剥奪するとかもういろんなところで 邪魔ばっかりして、逆に墓穴を降ってますもんね。そうなんですよね。まあ、どこれが、まあ、あの、まあのまそもそも選挙をなくすっていう方向で、とにかくあのそのシナリオ歩きで動いているんじゃないかっていうことは、まあ、いろんな方が懸念はされています。あ<ー>で、同じ、日本もそういう路線を走っているんじゃないのってもことも聞かれるんですけれども、僕もアリそうまあ,のありええ 岸田フォーレバー法案、あの緊急事態法、あの憲法改正、はい、今やってるのは全部そのスピンであって、それをごまかすための,あの、まあ、猫だましだと、気をつけた方がいいよ、日本もって、うん、昨日もアメリカの友達が言ってましたね。そうなんですよね、やっぱりあの日本 TS とアメリカの TS が連携をしていて、他の人たちはみんなご迷惑を被っているというね。えー、そうなんですよ これ、ね、その間、9月に去年の9月、アメリカ行ったときは、の DS の資金源って日本でしょって言ってたんですよね。もうアメリカはいろんなところで引いてるんですよね。ええ、やっぱり126兆円もですね年間の軍事予算持ってて、これを維持できるはずなくて、あのー、それこそ,そのディープステートが日本にいるとで、ディープステートってアメリカの先売特急じゃなくて、中国とかも。あのー いろんな国とディープステート同士でつながってますからね。そうなんです、だからやっぱり結局、中国人も,も習近平がディープステート、うん、傀儡で、グローバリストで中国共産党員、伝統、うん、的な共産党員の考え方と全く違うことをやっていると。ああで、その習近平を助けてきたのが安倍さんでしょうと。そうですね ということで、<や>まあそういうことに怒りを感じていて、まあ、キム・ジョ恩ンと習近平と安倍さんが連携してるっていうことに対する、その中国人の不満っていうのはよく聞いていたんですけど、い<や>ついに岸田さんのことをキム・ジョンンが閣下って呼んでますからね。<laughs> <laughs> 前代未聞なんですけど。岸田さん、閣下って僕,僕らでも呼ばないのに、閣下ってお呼びになってるわけですね。閣下お呼びになりました。さっき朝鮮日報の。 震災であのー、メッセージくれたじゃないですか、僕は逆だと思ってたんですよね、はい、そのロシアのプーチン氏と組んだんで、今回、金氏は、ええ、いわゆるディープステート支配から少し抜け、いわゆる今おっしゃった中国の影響、中国のディープステートの影響から抜けたのかなって思ったんですけどね、もう今、ロシアと一体化してるじゃないですか。 難しいですよね、その、まあ、タリバンに核兵器出したり、キム・ジョンウンがね、うん、そあとはその、ねえ、ロシアからウクライナ攻め,てる攻めるミサイルは北朝鮮製とか、ニュースも出て、<う>ただし、その北朝鮮のミサイルっていうのは、もともとウクライナがですね、技術供与していたんですよ。だから、もう究極のブーメランですもんね。 日本が目指してるやつってウクライナ製だし、中国の遼寧だってそうですよね、空母。あれ、もともとウクライナから<の>渡されたやつですもんね。そうなんですよねあの。ウクライナがなんか DES じゃないのかなっていうことを、ちょっと私は、ええ、あの睨んでてですね。 作られているそのあのあエンジンジ工場ですよねロケットエンジン工場が最初、こう揉める原因だったというのと、うん、あそこの国境地帯のガス油田の開発にバイデン一族が関わっていたとか、いろいろあったのでその、ウクライナにそのアメリカがこだわる理由ってあんまりないはずなのに、あそこにこだわるって何なのかっていうことはちょっと気になってるんですよ。すね、いやここまでその CR 出さなきゃいけないぐらい予算が追い詰められててですね、で、おっしゃるように、こだわる理由全くない、日本から言うともっとないんですよね。中国の核の傘に守られた国をですね、台湾有事は日本有事だとか言いながら、一生懸命、だってアメリカがもう金出さないってなった時に、上川氏はキエフにいるわけですからね、ちょっと頭くらくらしますもんね。 そうなんですよ。だから、あの、アメリカがお金出せない分、日本が逆にお金出させられてるのではないかと思っているんです。えー、今、ノト半島のね、やっぱりその被害がこれだけあるのに、ウクライナに支援をしている場合ではないわけですよ。す私たちのですね、まあ家族同胞というのが、ノト半島で今も、その十分な支援物資もなく、水や食料も足れていない状態でですね、なぜそちらばかり、外国ばかりを助けに行くのかと、国民をまず見なさいと思います。 全くおっしゃる通りで、あの僕あの、航空の専門家の方とも話をしてると、能登空港って、その福祉産経新聞にも載ってたんで、本当だと思うけど、21日まで使用できないらしいんですよね。はい、普通の国だったらあれ、まあ、県営空港だとしても、国が乗り出しますよ。だって、あそこに C130 飛ばせばですね、はい、物資は運べるわけですから。 そういう意味でも、こう、なんかな、ディープステートの真下にいるでもう一個聞きたいのは、そのディ日本はディープステートの下辺だと思ってたけど、今これ、あの、WCH にバッチつけてるけど、はい、あの、1月27日が例のドラフトの期限ですよね。ねはいまだに日本が出したドラフト見えないんですよ。で、このパンデミックツリーティーと、その IHR の改正のなんか首謀者は、 WHO かディープステートだと思ってたけど、日本じゃないのかって逆に思い始めてるんですよね。思いますだからその、日本が中国の代理人として動いてるような雰囲気なんですよね、習近平。代理人ね、だから閣下っ,って言われるわけだな,なのであのどう、どう、何をどうっても中国に有利なことしかやってないわけです。 あの安倍政権時代にですねトランプが中国を締め上げたら、ですねその後、えー、あと、黒田日銀総裁が3兆円中国に流したわけですよ、あの通貨スワップで。あ通貨スワップですね、えー、で私はそれをかなり批判したんですけれども、そうすると、安倍さんと仲のいい言論人たちが、ですねあの3兆円の通貨スワップっていうのはあの、中国と取引する日本のね、 企業のためのお金だから、うん、それを叩いちゃいけないんだみたいなことを言ってるんですけど、ええ、あの、そんなはずはないんですよ。あの、中国からお金を引き上げるっていうことが基本的に難しいので、そのスワップしてお金が流れてもですね、日本企業がお金をこう、日本に送金できるかどうかも、もそもそもわからないわけでね。そうですね。あの持ち出し制限があるんで。ええ。なので、その右翼のその説明って、 ちょっとその整合性が取れてないんんですよ田さん日本に右翼とか守とかいませんよ。海外と、ね、あの、はい、プれみたいなのしかいない。右翼風のね、愛国右翼風の、そのね、劇団保守の人たちは、<laughs> そう、そう <laughs> 劇団、そうそう、あの、安倍さんが雇った劇団保守のね、まあ、の劇団員の皆さんがいらっしゃるんですけれども。そう,そうですね。だから、 あのそ,そっちの企業にはばんばんに補助金出すけど、日本の企業にも、今日もあもスターリンクですね、本来だったら日本で作れるはずが、作れませんからね、金出さないし、いやー、だからこのスーの条約、これもう待ったなしなんだけど、自分の国が出してるそのドラフトが自分で見れないって、この後国会行って、あの厚労省に出してねと、だって国民に説明するって言ってたでしょと言うんだけど、 どこまでで出すかですかね国民に説明するの意味は、後でウェブサイトに掲載しとくから確か、<laughs> <laughs> こればっかアリバイ作りです例の汚染水の問題も、アルプス処理水のトリティッドウォーターですね、はい、アントリティッドっていうのはないって言ってたじゃないかって言ったら、あの質問収集になんて答え返ってきたと思います 説明会ではせ<な>あの説明してたんだけどあ、ちゃんとホームページに載せてましたて。テプコの、と東電<ー>そんなの、だったらなんでその説明会で違う説明してんだと。まあ、こんな話ですよね。これ、<ー>日がないんで焦ってるんです、僕。1月27日、なんと国会26日から開くっていう、もうこれも、あの、 企んだなっていう感じがするんですけどねなるほど26日からやられたら質問収集出せないしなんつったって全くあのやれないんですよ出<ー>せないでもせ政府の中にも心ある人がいると思うからせめて開示してくれることを一生懸命頼んでるんですけどね今なんかあのー 省庁の方たちといろいろやり取りをしてみて思ったことはですね、各地の,のその末端の人たちが断片の情報しか持っていなくて、ですね全体像が見えてないんですよ。ええ、だからその、まあ、それなりに頭のいい人がその全体像を見渡して、こう何をやってるかわからないように細分化して出すっていう、ね、仕事をね、うんっに、こういうやり方すると、あの情報を<スープ> いや、そうですね。あの、今おっしゃる通り、その無病性っていうか、結局その嘘ばっかり言ってるんだけど、国民から見たらなんとなくその、もっともらしいことを言ってるということになるんですね。今日ちょっと電波があんまり良くないみたいですね。僕んとこかないや、僕んとこはでも不り出してないですもんね。うん、で、 これどうしたら止められるのかなこの間麻生財務大臣兼、えー、あもう一個の方で入り直しですね。入り直しましてすいません。すいません。続きですね。でもこれ WCH の議連の2回目で福田さんすごい証言を。 もらってたんですよね、横に座ってる厚労省の人から。そうです、そうです。<ん>はい、あの開示しませんっていうね、開示してませんけ <laughs> <laughs> ドラフトは非公開ですって。<laughs> それを当たり前みたいに言うところ、だから上がこんなふうにぐだぐだじゃないですか、ディープステートの手下だし、そのーリーダーシップのかけらもないから、もうやりたい放題ですよね。 麻生総理兼財務大臣が、ええ、ねえそんなものはあの役人聞いたって分かりしねえんだと、WHO の問題はチャイナの問題なんだ。で、しかも WHO のあの親善大使国会議員がいるんだよとか言ってましたよね。はい、そうですね。まさかその人が今の厚労大臣になるとはもう、はい、<laughs> なんかもう。 頭、くらくらするんだけど、もこっちがくらくらしてたんじゃ戦えないから、頑張りますそうですね、あの、やっぱりね、日本政治のシステムっていうのが、そもそもあまり開かれていないっていうことに、私たち、今まで気がつかなかったわけなんですよ。<ー>だからその開示の手続きとかがあの、非常に少ないっていうかね、開示できる対象のものが少ないとか、 その開示に応じなくても、世論が全く反応しないっていう、やっぱりちょっと民主主義的には、えー、もう国民の意識が遅れてるっていうところは、本当にあるなっていうこと、最近思います。ああ、そうですね。まあ、というかもう、そのメディアが完璧にそっち側にいますからね。そうですね、本当にりいい。だから僕もこうやって朝5時からやってんだけど、だいぶでも広がってきましたね、おかげさまで。 そうですよね。本当に広がってきてよかったと思います。いろんなチームが、ね、うい,ういろんなところでできてんだけど、うん、だけど、やっぱこう、結果出さないといけませんからね。はい。あともう一つ、あの、岡田さんでの事故のことについても、非常に鋭い分析をなさってますよね。そうですね。今回の事故のポイントっていうのが、まあ、これ私、あの、いろんな方に話を聞いたんですが、 あのー、やっぱりね、その、航空管制の、あの、管制用語のよ、用語の使い方ですよね。えー、回復機側がアップデートされてなくて、あのー、タクシー2とタクシーイントゥをき聞き間違えたんじゃないのかと。あ<ー>で、もう一つは、その、あの、管制塔がタクシー2ホールディングポイント C5 というふうに言ったんですけれども、はい、あの、 昔2012年改正前の旧完成用語で、タクシーイントゥポジションアンドホールドっていう言葉があるんですよ。うん、タクシー2だと、C5、誘導路待機所まで地上走行許可なんですけど、タクシーイントゥポジションアンドホールド C5 だと、C5 誘導路から滑走路の中に入って待てっていう意味になっちゃうんです。そうですね そこのあのー、ね、えー、ちょっと、そごがあったのかなっていうのと、そうね、羽田空港以外の空港管制だと、あの、C2 っていうふうに言ってもですね、えその後に、ホールド、ショートブランウェイっていうんですよ。ス<ー>の手前っていう言葉を必ずつけてるんですよね、混乱簿のために。えー、その文言が落ちてるんです。あ<ー>というかね、あの、羽田 でここのの言葉っっててて使われれないいよねっていうのはこれアメリカ人の間でも結構言われていて、なんでかなっていうことは言われていたんです。うん、で、他の空港ではその、滑走路手前のっていうふうに付け加えて、誤認防止をするってことをやっていると、うん、この2つの層があったっていうのは、あるのはそもそもなんですけど。 まあ人的ミス、小さなものが重なったっていうのと、C5 のストップバーライトっていうのが壊れていた、そして、回復器って小さくて見えない、これ、不思議なのは、本当にそのいくつもいくつも重なってるっていうことですよね。ええ 加田さん、電波の邪魔されてるんじゃないでしょうね。本当に。<noise> まあ A350 に比べればね小さなけど。まあ それなりにたくさん乗れる飛行機ではあるわけですよね。で、しかもこれ、あのナンバーワンって機長おっしゃってて、ということは、離陸の1番目だなっていう話じゃないかなと思うんですね。で、しかも、もうまさにその機長のせいにしたり、管制官のせいにしたりする気満々のことばっかりメディアに出るんで、僕は福田さんと同じようにおかしいと思ってるんですよね。 本当におかしいです。あの本来だったら、ですね、人的ミス,ミスを防ぐための仕事をするのが、羽田空港の仕事ですから、で、海保にしろ、羽田空港にしろ、どちらも国交省の管轄なわけです。そ,うですそれがあの、設備の不良があったっていうのは、もう明らかに国交省の,その,、ね、あの責任を問われるべきところがですね、それをきちんとしていない。しかも、あのーね 最後の気象のね、チームの皆さんだって、あれ3往復目でしょそうです。明らかにオーバーワークで、ブラックロードで過労状態なんです。極限状態なんですよ。航空、えー、監視官の方もですね、あギリギリのところを精神力で回してるわけですよ。うん、休んでないわけです。トイレも行けないわけですよ。全然ね。ひどい話ですよね。しかも今度レーダーを見る人を、 あの人を増やさないで、今度レーダー見るのやれば、ます、もっと過重になるだけじゃないですかね。そうなんです。じゃあ、なぜね、そのね、レーダーでそのはみ出したら、こう、なんていうのかな、表示が点滅するようになるみたいなことを報道されてますけど、そこは音でしょって思うんですよ。結オ音じゃなきゃいけませんよね。そうなんです。 僕ね、昨日航空の詳しい、もうとにかく能登空港早く再開しろっていうメッセージ僕にくださった方がおられて、能登、うん、空港って2000メーター滑走路だから、C130 とか降りれるわけですよね。でも、もうぐず,ぐず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 やって、なんと、発災後3週間経たないと使えないなんて、ありえないんですよ。でしかも今、福田さんおっしゃったように、ウクライナに支援する金があるんだったら、日本人に支援しろって。 覚えてる人がいる、がれきの中で待ってるおられる方々がおられる、もうふざけんなと思うんですよね。そうですよで今回の事故については、本当に国交大臣とかもひと事みたいに、自分のの責任ってていうのは感じてるんですかねのバレたらまずいと思っているから、ね、JAL のせい、解放のせい。 航空管制官が悪いって、うん、スケーブボートを出しているんじゃないかなと思ってるんですよ。そうですね。で、それを一個一個潰していくと、また次の,その犯人探しするじゃないですか。だからよっぽどなんか、あの出してまずいことがあるのかなってあの、のともそうだけど、とにかくボランティアに入るな、そこ、はい、から映すな、BBC がすごい映像を出してましたけど、で、それをその、 隠蔽みたいなのを手伝う人間もいるんですよね。今回の志カ原発だって、もう次々とあの訂正、訂正、訂正で、彼らも自分が言ってること、なんだか分かってるのかなって思うんですよねあの。時間が経ってしまいました。<laughs> えっと、またお話をあの、ヨシリンとのあれもですね、皆さん期待されてるんで、例の注射の件もこれ、YouTube 流してるんで、バンギリギリやられると困るんですけど、すっごくね、 あの被害で苦しんでる方、もういっぱいおられます。だけどさっき、厚労省のホームページ見たけど、ごくたまに副反応が起こりますとか言ってるんですどうしたらそういうことを言えるのかなと思うんですよね。彼らにもお友達いるでしょうにね。親族いるでしょうにね。真っ赤には何も教えてないんだと思いますよ。いや、そう。<手>そうなんですよ。 この間ね、あの、昨年の国会で岸田氏に直接話したときも、これ契約書誰が見てんだって言ったけど、自分らは見てませんと言ってたも、言ってましたもんね。いや、頑張っなきゃな契,約契約書を読まずに署名してるんですかあったのがおかしいですね。<laughs> はい。<laughs> 本当に、ネジが外れてるとしか言いようがないですね。いや、でも本当にあの、アメリカのことから、あの、航空のことまで、 昨日田中角栄亭が燃えたんでですね。いや、本当<は>びっくりしました。田中角栄研究立ち上げて、この間の、ご、ごじ、あ、ご自慢じゃない、えっと。田中真紀子さんと直樹さんに裏金の話をしに、国会に来てもらったばっかりだったんでですね。ちょっと、なんか、専攻の、どのこのって言ってるみたいですけど、そんなんで燃えるのかなと思ってですね。そうですよね。なんかちょっと専攻の。 火はすすぐに消えそうな気がするんでまあ、どんだけ大量に線香を燃やしたら、あんなでっかい家が燃えるのかわからんですけどね。じゃあ、本当ありがとうございます。またあまあのよろしくお願いしますごあの。配信楽しみにしてます。ありがとう。